リオレイ・オリビエ h 二百四十六リオレイ・オリビエ h 二百四十六は九百三十年代以末にフランスで製造された四発大型飛行艇である。リオレイ・オリビエ h 二百四十六は九百三十七年にリオレイ・オリビエ社に吸収されたで開発された。試作機の h 二百四十六点零一は九百三十七年九月三十日に 初飛行した。パラソル型配置の主翼に、金属製胴体の機体は4名の乗員と26名の乗客を収容し、エールフランスは1938年1月に6機の H-246.1 を発注した。1940年のフランス占領の後、ビシー政府は自軍の空軍で使用するために、いくつかの改造を施した。 これらの機体は主に偵察任務に使用され、4兆の 7.5mm 機関銃を装備した。4機の民間の H-246 は1942年にドイツ空軍に引き渡された。ドイツ軍の機体は21名の兵員または14章の担架が運べるように改装され、フィンランドへの輸送を含む様々な任務に使用された。戦後、 2機の H-264.1 が数年間エールフランスで運用された H-246 ありがとうございます。